ちゃんとそこまで落とします。そこについたかどうかはこの出ていく糸の出具合をじっと見て、止まったなと思ったらちょんちょんちょんと軽くティッチ。トゥイッチングの回数はですね、EGQ がですねボディがデコボコしてるんで結構な波動があります。トゥイッチングするのは2回から3回でいいと思います。1回でもいいと思います。トゥイッチングした後は糸吹きを即座に巻いて辺りを待つ。これは数回繰り返してある程度エギが上まで上がってきたかなと思ったらもう1回そこまで落とします。簡単ですね、この繰り返しです。だいたい当たりはですねそこに沈めて1回目のツイッチの後が当たりが多いです。なんでその1投目に集中した方がいいですね。 EGQ の一般的な釣り方はツイッチ、竿を上下するごとにリールを1回転させます。普通のエギと違ってですねウェーブモーション波動が結構大きめなんで激しく動かす必要はないんです。ちょっと流れが強かったり風が強かったりしてエギがそこについたのが分かんない場合ですね、ただ 35g とか 40g 使うといいと思います。カメラマン逃げております。